You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so lonely. When I close my eyes, imagine you're mine. おいしい。はい、皆さんどうもこんにちは、ひろしの隠れ家です。今日ひろしの隠れ家はハイボールでやろうぜということで、今日ハイボールに使用しているウイスキーはこちら、ヘリオス酒造さんから出されているレキ、こちらをですね使っています。こちらはですね、こちらのレキですね、こちらのレキお値段はね、だいたい1000円、まあ1000いかないぐらいですね、800円900円、その辺だったと思います。で、容量は 180ml、 お値段じゃない、アルコール度数が40度となっている、日本の一応ねジャパニーズブレンデッドウイスキーではないな、ピュアモルトなんでジャパニーズモルトウイスキーかになっています。こちらのねレキはですね、あの沖縄県の名護市にあるヘリオス酒造さんが製造しており、ヘリオス酒造さんとコンビニのローソンさんのタイアップ商品となっていて、まあ、ローソンでしかね買えない、オリジナルのウイスキーとなっています。これね本当にハイボールにするとねすごい美味しい。これなんだろう、ちょっとスモーキーな香りがあって、あとねちょっと味がね結構こうコクがあるというか強いタイプなんですよね。でね、なんでやっぱり沖縄なので泡盛みたいなこうニュアンスの味わいのするちょっとね少しこう変わったウイスキーというか少し変わったハイボールになっていますね。でもすごくね美味しい、うん、なんで風味がいいというか、こう飲みながらね香りがいいのですごく飲みやすいですね。はい、このね、なんかレキっていう名前もちょっとね、こう占いっぽいというかね、占いに使われそうな感じの名前ですよね。でね、ちょっと占いといえばね、まあ最近あの実はこうハマっているテレビ番組があるんですけども、フジテレビで毎週水曜日にやっている夜10時過ぎぐらいかな、確かちょっと時間すいません、後でこの辺手流します、やっている突然ですが占ってもいいですかっていう番組があるんですね。皆さんご存知ですか？あのフジテレビさんで多分で今年の2020年の4月から始まった新しい番組なんですが、内容はですね、まあ、基本はまあ夜のこうなんだか繁華街というか飲み屋さん街に行って、あのなんだ占い師さんがその歓楽街に行くんですよね。でその飲んでいる一般の方たちをその占い師さんが占うっていう構成の番組なんですが、すごいねこれがなかなかね面白いんですよ本当に。まあ占い師さんもねすごい個性のありながらもすごくねきちんとした占い師さんで、こう星ひとみさんっていう方や、あとプリアデス・レイナさんっていう方、あと木下レオンさんっていう方が、まあ、私の好きなこの3人というか3巨頭なんですけども、とてもね私から見るとすごく面白いとか優秀な占い師さんで、で飲んでいるこの一般人の方の過去をね結構暴いていって、いろんな占いの方法があるんですけども、その人その人で違った占いの方法なんですけども、その方法で過去を暴き、こう未来をねよりいい方向に持っていくためのアドバイスをするっていうような内容なんですね。で何よりねやっぱり音楽がねいいんですよ。こう相対性理論っていう方たちの My Heart Hard Pinch という曲があるんですが、これねかなりこう耳に残るいい曲です。ぜひねあの YouTube で、まあ、相対性理論占っていいですかとか、
あとマイハートハードピンチなんていうのでちょっと検索してもらえると出てくると思うので、ぜひ皆さんも聴いてみてください。すごくね、なんかいい曲です、うん、で私はね基本やっぱり占いとかって実は信じてないというか、まあエンターテインメントとしてはとても楽しいものだと思っていて、まあこういうねその占っていいですかみたいな番組はすごく好きです。そしてそこに出ているこう占い師さんのこともあの信じてないわけではなくて、あの信じてはいなくないです。なんかすごく素晴らしい方たちだなと思って、まあ、信じてはいます。何を言ってんだっていう感じですみません。でただね、このなんだろうな、この番組に出ている占い師さんのようにこういいことをおっしゃってくれてこういい方向にねあの導いてくれる占い師さんっていうのはすごく好きなんですよ、人としてね。で逆にやっぱりこう何ですか、世の中いるじゃないですか、こう不安を煽ってこう物を買わせてお金を取ろうとする人っているじゃないですか。そういう方たちはあの苦手です。はい、だからこの番組に出ている方たちはなんか分かんないですけど、そういうのは感じられないので好きですね。でね、話を戻しましてね、まあ、この番組に出ている占い師さんで星ひとみさんという占い師さんがいるんですが、私ねこの方がすごく好きで、あの目力がねまずすごいんですよね。で番組内でもすごいこうなんだろう、あの的確にその一般の方のこう過去をね暴いてよりいい未来へ導くためのアドバイスをしてくれるんですよ。でうちのかみさんとこうよく見るんですが、かなりのね確率でこの星ひとみさんの時は感動して泣きますっていうぐらい、なんだろう、すごくこう人としてというか なんだろうねすごくね尊敬できる方というか、もうアドバイスも喋り方も何もかもが素晴らしいというか、本当にね好きですね。で実際にねすごく実は占ってほしくて、でなんだろう、このひろしのね隠れ家の内容をもっと良くするためのアドバイスとかをしてほしいなとちょっと実は思っていて、で実際あの今ってこうコロナの影響でこの番組もこの占っていいですかっていう番組もこう飲み屋さん街にほら撮影行けないじゃないですか、この状況なので。なので一般の視聴者さんからこう応募してもらって、あの私を占ってくださいってこう応募してもらって、でリモートで占いをするっていう内容に今なってるんですけども、私もね実は応募しました。でなんかその採用されると電話が来るみたいなんですけど、まあ全然電話は来ませんね。まあ、本当にねこの星さんに占ってほしい、占い師さんにね、あのこの星さんに私のこう好きなお酒は何ですかとかちょっと聞いてみたいですよね。あとねこのお酒が強いのかどうかっていうのもちょっと聞いてみたいですね。あとはやっぱこのヒロシと隠れ家がこれからどうなっていくのか、どういうふうにしたらもっといい方向にこう向かっていくのかっていうアイドバイスもねちょっと受けたいかなと思ってます。でそういえばね、この酒が強い人の手相ってあるんですが知ってますか？あの最近実は調べたんですよ。で皆さん、あの自分の左手を見てみてください。でどうぞこの画像ね、この画像 と見比べてみてください。でこう赤い線が振られてるじゃないですか。この画像のように生命線と知能線と感情線がくっきりと現れていて、こう細かい線がね他にない、あまりない、少ない、基本の三大線だけがはっきりして他の細かい線が少ない方はお酒が強くかなり飲んでもね大丈夫なタイプという手相だそうです。この手相を持っている方は、まあ、お酒に飲まれることはほとんどなく、お酒で上手にストレス発散ができる方だそうです。私もね実はねこうやって見るとね、こう基本三大線が結構くっきりしていて、まあ、他あんまりなんかないですよね。なので結構ねお酒実は強い方だと思うんですよ。
まあ実際自分もね、まあ、そんなに弱い方だとは思っていないっていうか、結構飲める方だなとは昔から思ってました。まあ最近はねちょっと弱くなってきましたけどね、まあ、だいぶ今は弱いですが、まあ強い方じゃないかなと思ってます。本当にこうやってね、基本三大戦しか目立たない。ちょっと手相見られるのも恥ずかしいですよね、こうやってね。まあちょっとこれはね内緒にしておきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんの手相ね、どんな感じだったか、まあ本当に弱い方がこれがこれだけじゃなくて他もいっぱいあるのか、まあ、そういうのもちょっと気になりますよね。で、楽しいね、やっぱりウイスキーライフを送るためにも、まあ、自分のね酒量というか酒の量はきちんと把握して、酒にはね飲んでも飲まれるなということで、楽しくね、ウイスキーライフを楽しめるように、飲みすぎには注意してこれからも飲んでいきましょう。はい、ということでですね、今日のヒロシの隠れ家はハイボールでやろうぜ。エリオス酒造さんの歴を飲みながら酒飲みのね手相をご紹介させていただきました。ではまた。